ハーピー・ハルピュイアあるいはハルピー。ハーピーはギリシア神話に登場するオンラメントリミの伝説の生物である。複数形ハルピュイアイ。顔から胸までが人間の女性で翼とか半身が鳥と描写される。その名はかすめるものを意味する。ハルピュイアはガイアとポントスの子タウマースとオーケアノスの娘エレクトラーの娘で虹の女神イリスの姉妹である。 イアーソーンによるアルゴーゴーの探索に登場し、罪を犯したピーネウスを苦しめるエピソードが有名。他にもアイネエアースの放浪丹に登場している。光線の国の王、ハーデース、またはゼウスの手下であり、老婆のような顔、ハゲワシの羽、わしの爪を持つ。食欲が旺盛で、食料を見ると意地汚くむさぼり食う上、 食い散らかした残飯や残った食料の上に汚物を巻き、散らかして去っていくという、この上なく不潔で下品な怪物である。ダンテの女ジ,ジシ、新曲地獄編の中では、地獄第七件、第二の巻自殺者の森において、自ら命を絶った者が変容した樹木を、宅場向会長として描写されている。神話によっては、アエロー、オーキュペテーノにしまいとも、 ケライノを加えた三姉妹が存在するともされる。また、さらに、ポダルゲーを入れた四姉妹とする場合もある。元は、クレータ島に伝わるつむじ風や竜巻を司る、女神だったと言われている。地上の物体、またには人間などをもさらって、空に持ち上げ、どことも知れず運んでいく、空中現象の深刻化である。ありがとうございます。